はい、というわけでですね、平成27年、4月4日ツイートファイター2X 大会始まっていきます。はい、今回は、8名の、参加です。さあ早速、見ていきましょう。最初の、A リーグ、第1試合はイタチャさんの S サガット対、アラさんの S ホンダが今、やっています。というわけで実況していきましょう。さあ画面端に追い込んで、あ、4月といえば、出会いと別れの季節ですが、ストリートファイター 2X も新しい出会いがあればいいと、ますます盛り上がっていければいいと思います。さあ画面端飛び込んで、そしてタイガを出していく。体力は少し、あーっとタイガショット食らってしまった。あーっとこれはまず、イタスさんが取っていきます。さあドスコイで、さあ大足で下タイガを出していく。ほとんど硬直が少ない。さあアッパーカットをしっかり対応。さあ飛び、ああしっかり、おまずは1セット。お、開幕グランドタイガーあんまり見ないような気がしますが、あ、グランドタイガー当たってしまう。さあフーリガン、これいやータイガー早いですね。さあアッパーカットしっかり対応。キャミどう攻めていくか。じわりじわりと端には追い込んでいるが、あーとジャンプ台形に当たってしまう。ラウンド2、もういやエスタート強いです。お、タイガー2にキャノンスパイク。さあめくりからフーリガン、ここは無理をしない。画面、さあ画面足、この間合いはさあ S グランドタイガーを出していく。いや早いですねタイガーの速度は。さあ飛び込んでいく。おお、タイガーが速いおーっとキャラスパイクだが出していくが、さあ残り3秒。おーっとここアラさん1本取り返します。さあ開幕フーリガン、さあキャノンめくりと見せかけてキャノンスパイク、ま、投げ、おーなめくりから投げ、おーキャノンスパイクお見事、飛んできたところしっかり対空。さあお互い1セットずつ取って第3ラウンド、手澤さんは XU に変更です。さあ波動拳を、ま、おキャノンスパイク、うまいですね今の中足側が相打ち。さあフーリガン、さあどうする、お大、お立ち台、立ち台パン。さあこの間合いシンクは溜まっている。明らかにいつでも出してもいいぞと。あーっとスピンナックに中足、伊達さんリーチがかまずリーチがかかります。さあフーリガン、さあ前を詰めていく中足。さあジャンプ台から投げ、おっとフェイントですね。さあしかしじわりじわりと追い詰めていく。あーっと、さあキャノンスパイク、さあどうだ、あーっとリバーサー昇竜取ったのはイタツさん、
はい、A リーグ2回戦 STR アットマーク奈良さん対沢出さんです。 STR さんは S 流、沢出さんは X 剣、はるばる奈良から来てくださいました。私も実は先日出張で奈良の方に行きまして、まあ、岡山とはもうなんか規模も全然違うなと思いました。そんなことを言っている間にもう一本取ってます沢出さん一本取りました。じゃあ第2ラウンド、さあどっちが掴んで掴んで、さあ竜巻から掴んで、おお沢出さんなんか見事な立ち回り、昇竜、あっとなんか今怪しかったぞ昇竜連覇、とりあえず1分。さあ SPR さんはダルシムに変更、どっちも S っていうのはなんか意図があるんですかね。あさあでもしかしじわりじわりと沢出さんの X 剣が進めていく。さあ掴んで、さあ掴み返す昇竜、しっかりと相手の動き見てます。はい、沢出さんリーチ、竜巻から裏に回ってコパンで逃げる。さあさあサイディングから掴んで、おおお、サイディングが裏回りですかね。ヨガフレーム、さあ SPR さん大幅リードしてるぞ。あーっとめくられた、おっとおっと、なんかわけわからないことちょっとごちゃごちゃしましたが、 SPR さん一本取り返します。3ラウンド3、 S ダウシ、スライディングの距離が長いんかな。おおコンボコンボで締めくくりました。取ったのは沢出さん。はい、 A リーグ3回戦、アラさんの S オンダ対 STR アットマーク奈良さんの S 流、 SS は S でやれと、スーパーでやれという言わんばかりの S 同士の対戦。さあどういうで、さあ波動灼熱を、おっとちょっと飛んでしまった。さあ張り手ダイヤ足、じゃ立ち台系波動、波動に当たってしまう、おっと立ち中継で対応してジャンプ台系で一歩取っていきます。さあランド2、さあ開幕100巻、2人ともなんか落ち着いてます。おっとミヒット、お続きが裏にめくって、さあめくりから張り手まで、およく見ている、おお今のラウンドのほとんど一歩二歩先を見てた、開幕灼熱作用波動、この間合いがすごく重要。飛び込んでいくが、しゃがみにヒット当たってしまう。さあ張り手でどんどん前に出てくる、こうなるとちょっと竜はやりにくい、さあ張り手でそのまま押し切る。さあアラさんリーチかかる、さあどんどんアラさん前に出てきます。さあサバ折り、サバ折りしてダイヤ、ダイヤシー勝利でリバーサで返す、怪しいアローゲン投げ、 S 同士なのでどっちも受け身は取れない。さあアローゲンを絶妙な、最後はシューパンですね、しゃがみシューパン、開幕勝利、なかなか思い切った。さあ、おっと続きに当たってしまう、じわりじわりと画面端に追い詰めて、
さあサバ折りからめっくり、おっと、おっと投げ返す。おっとジャンプ台手がヒットしてSPR さん1本取り返します。さあ1イーブン。今のはちょっとアラスさんからしたらもったいない。さあ3本目 SU 対あさあ X キャミーに変更。さあフーリガンめくりに行くが、おなんか異様な当たり方、またフーリガン波動拳出していく。ちょっと見合ってますね。お、ジャンプ台形 で対応。あーっとピヨってしまった。立ちアッパーですね。さあ、SPR さんリーチがかかる。対話グリが、お、足が当たってしまう。さあこかして中足フーリガンと投げられるが、上り台形。お、ちょっとな対応しっかり対応してきましたね。波動拳を出していく。さあ X キャミーどうするか。飛び込んでいった投げ、おお大怪しい。さあこれで1-1。おっさっきとデジャブ、さっきと同じ光景。フーリガン、さあ画面足追い詰めてジャクジャクジャクとつないでいく。さあ第一波灼熱、ちょっと待てと波動拳。体力ちょっとキャミーリードしていますね。飛び込んでいった、おっとにヒット。さあスーパーコンボ使っていって、いい勝負ですよ。この間合いが少しどうでしょう。おっと当たってしまう。さあ対、あーっと最後のハードを当たってしまった。勝ったのは SPR。 はい、 A リーグ4回戦、板田さんの XU 対澤出さんの XK です。澤出さんは初参加ではないらしいんですが、私は初めて見ました。はい、というわけで見ていきましょう。さあ昇竜拳に返して、さあ掴んで昇竜返す。おお最後はしゃがみコパン。まだ澤出さんは1本。さあジャンプしたところを大昇竜で返して、おお差し合いでやってますね。さあどうする。さあ特にティマさん飛び込んでいく、イタチさん飛び込んでいきます。そう進行出して、おお大足。まず1本取ったのは澤出さん。いきましょう。さあ燃やして、お昇竜に波動を踏んでしまう。大足。波動が当たり上り台形。中足燃やして真空波動。落ち着いて、ここは落ち着いていました。中足での差し合いになりますよね、やっぱりどうしても。さあ飛び込んだところに昇竜、ネクリニックがリバサで返される。お、大足で対空。
しゃがみアッパー。さあ燃やして、さあ飛び込んで、飛び込んでいく、シンクを出して、さあどうする、あー波動拳、イタチャさん取り返します。さあ澤谷さんの S 剣見てみましょう。 S 剣といえば B リーグこれから来る二宗さん使ってますが、さあどんな動きをしてくれるのか。さあ画面端を打ってみて、炸裂燃やす、お強勝利で返す、おお減る、大パンの弱勝利すごい減りますね。さあどうする、あーっと竜巻で接近して、さあ澤部さんまずリーチかかる、怪しい、おお波動が、やっぱ S 剣は波動が速いですね。あーっと波動を踏んでしまう、さあリバーサル、しかしリバーサル引き返して、おしゃがみ大パン、なんかしゃがみ大パンが当たりますね。お大ゴスから投げ灼熱、さあこれでお互いにリーチランドスリー、さあ飛び込んで大足勝利、おお強気、大足を取ったのは澤部さんの S 剣。はい、 A リーグ今回4人いるので5回戦アラさんの S 女対澤部さんの X 剣ですね。さあ勝利で返して、勝利ホンダがかなりこれからホンダ不利ですが頑張っていきましょう。さあジャンプに対してしっかり弱勝利で対応、さあサバ折りで掴んで、さあまたサバ折り、あーっとこれはおっと殺す、しかしこれはきついか、どうだ、あ波動拳に当たってしまう、まずは1本取ります。サワレさん、波動拳を出して強気にチャドスコイで当たって、さあ昇竜、中昇竜、まあこれ本田としては前に出ていきたいところですが、しっかりさあ壊し、弱と、さあ降りてきたところにサバ降り、大足、さあ前に出ていく、あーっとこの間合いはもう、ね、あれですね、 S オンダのもう、まあ、いわばテリトリーというあたりですね。さあ第3ラウンド、さあ波動に、お波動を2回踏んでしまいます。さあ連続で波動を打っていく、続きが来たら弱勝利徹底してます。お、先端にジャンプダイヤシヒット、さあ若干は弱勝利で返されれば、これですね。さあアーサー X キャミーに変えてきました。 X キャミーと X 剣はなんか X キャミーの方が有利って聞きましたね。中足が、さあしかし、さあ飛び込んできたところはあります、勝利を掴んで、さあ澤田さんリーチかかります。飛び込んだところはしっかり弱昇竜スパイクで返して、おおスピンナックルのところ強昇竜よく見てますね。
お、ヒットしてる。さあキャノンスパイク出すが全部は減らない。しかし十分、しかし X 剣もめくれば、さあめくりいく、あーっとだチャンスだ。あー、立ち台、立ちショーキック、いやー今のは、今のはチャンスでした。さあラウンド3、お、スピンナックルを竜巻で対応。さあフリガン、フリガン竜巻で、竜巻こういう使い方あるんですね。さあ走り飛び込むが勝利が間に合う。さあめくりいって掴んで、さあ壊し壊し、勝利取ったのはサマーレさんの X 剣。見ていきましょう、 A リーグ最終戦ですね、2位決定戦ですね。ど勝った方、うん、これは勝った方がいけるのか、まあ、とりあえず見ていきましょう。セルガフレーム、さあめくりから4段がしっかり入る。この辺はお見事。さあラウンド2、竜巻に上フレームで投げ、この絶妙に距離を空けながら縮めたり離れたりしながら今投げていきます。おっと投げに入るが、誰しがこれ、おお真空をスライディングでうまくかわしました。おーっとし、なんて言うんですかね、読み、本当に読み合いというか。さあ投げ飛び込んでいく、さあ画面足で中ゴス、しかし投げ返す、あーっと第5ス当たってしまうが、さあスライディングから掴んでスライディング、さあどうする、あーっとここは冷静に昇竜で、まずは伊達さんが一セット。さあ投げ受け身が取れないのが痛い、あーっとピョッター、お、今豪気並みに早かったぞ今、さあしかししっかりに、SPR さんの SWC が 対応しています。さあラウンド2投げていく、さあ掴んで、竜巻を返していって、お、ドリル続き、おわーっと、これはちょっと甘かったか、1本乗り返す。お、開幕スライディング、お、スライディング S ライディングやっぱスライディングちょっと長いですね。竜巻をどんどん出していく、さあめくりから中パンチ、真空波動で勝ったのは板瀬さん、最後綺麗なコンボでした。